今回の出張は確かイタリアだったわよね。お母さん、お土産はブランドコスメがいいわ。もちろん日本ではまだ未発売のやつね。またコスメ？この間中国出張の時にも買ってきたばっかりじゃない。中国のもイタリアのも欲しいのよ。それとご近所さんに配り用のお土産も忘れないでね。いい感じに高級さねってよろしく。いや、そのお土産は絶対に必要ないでしょう。なんで高尾出張で近所のお土産が必要なのよ。だって前回お渡ししたら大好評だったんだもの。ほら、この辺って海外旅行に行ったことない人が多いじゃない。だから皆さん海外のお菓子にとっても飢えているみたいだね。ここは私たちが施してあげないと。あのね、お母さん、いつも言ってるけど、私は仕事で海外に行ってるの。娘の出張をご近所でのマウント材料に使わないで。前回の出張だけでもいくら使ったと思っているのよ。そんなケチケチしなくてもいいじゃない。どうせまた出張手当とかつくんでしょ。だったらちょっとお土産買うくらいいいじゃない。それに最近お土産手当も始まったって言ってたわね。それはまあ始まったけどさ。まさか私の娘は外資系企業で活躍するとはね。お給料なんてよそのお子さんの数倍だし、その他にも素敵な手当や手厚い福利厚生。あなたは本当に私の自慢の娘だわ。ご近所さんにもものすごく羨ましがられてるんだから。どういたしまして。でもまあその肩書きも実は今週いっぱいなんだけどね。え、言い忘れていたんだけど、実は私今の会社を辞めるんだよね。今週でもう退職することになってるの。今回の海外出張が終わったら退職するんだよね。なんですって？退職って一体どういうこと？そんなのお母さん何も相談されていないわよ。お母さんに相談する必要なんてないでしょ。自分で決めて退職届を出したの。だから海外出張にもこれが最後になるからね。退職だなんて一体どうしたのよ。何か会社で嫌なことでもあったの？面倒なおつぼねさんとかに目をつけられたとか？それならお母さんが会社に一言言ってやるわ。そんなんじゃないから余計なことしないでよ。会社には何の不満もないよ。でも将来のこととかいろいろ考えて辞めることにしたの。将来のことってどうしたのよ。毎日仕事が楽しいって言っていたじゃない。人生っていうのは楽しい仕事とお金さえあれば十分なのよ。その仕事に疲れちゃったんだよね。今まではあちこち飛び回るのが楽しかったんだけど、最近は飽きたっていうかつまらないっていうか、ここら辺で一旦立ち止まりたくなったのよ。そんな。というわけで今月の生活費は入れられないからね。無職になるからその辺の理解よろしくね。嘘でしょ。毎月20万も生活費遅れていたじゃない。それが今月から一切なし。うん、我が家は無職の人は生活費を出さなくてもいいんだよね。そのルールのおかげでニートの妹は家に1円も入れてないんだもの。そんなの困るわよ。うちは彩香の生活費と私の年金で生活しているのよ。それなのにいきなりその生活費の大変がなくなるなんて。ボーナス時はその分もお母さんに渡していたよね。ちゃんとやりくりして貯金するように頼んでいるし、私が仕事を辞めても当分は大丈夫でしょ。大丈夫じゃないから今すぐ退職を撤回してきて。いつも綺麗に使い切ってるから貯金なんてあるわけないでしょ。貯金ないの？だって生活費に私と妹のひなのお小遣いにどうやっても20万じゃ足りないわよ。はぁ？あやか、あなたは自慢の娘なの。なのに妹のひなに続き、あなたまで無職だなんて、ご近所さんになんて言われるか。お願いだから今すぐ退職届を取り下げてきてちょうだい。そんなこと言われても撤回なんてもできないよ。できなくてもどうにかしてきなさい。じゃないと出張から帰ってきても家にも入れてあげないからね。あんたは自慢の娘なんだから、ちゃんと働いてちょうだい。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お母さんから聞いたよ。今週で仕事を辞めるって本気なの？うん、そうよ。もう退職届も出したし、僕はあんたと同じ無職になるわ。そんなの困るよ。うちはお姉ちゃんのおかげで生活してるんだから責任感持ってよ。ちゃんと働いて家にお金入れて、私とお母さんのことをちゃんと養ってよ。それを言うならあんたが働きなさい。あんたって子は大学卒業してからずーっと実家でニート暮らし。家族のすねをかじってないで真面目に仕事を探しなさい。
私の仕事は家にいてお母さんの相手をすることだもん。お金は発生しないけどちゃんと働いてるもんね。はぁ？お母さんも私の仕事はそれでいいって言ってるもんね。外で働いてお給料をもらってくるのはお姉ちゃんの仕事なのに、いきなり仕事放棄ってありえないんだけど。それでもいい年をした大人だよ。ちょっと待ちなさいよ。家にいることが仕事ってあんたそれ本気で言ってるの？ああ、本気に決まってるじゃん。なんだったら自宅警備って言うんだっけ。お母さん、私の仕事はそれでいいって言ってくれてるの。かわいい私は無理に外で働く必要ないからねって。相変わらずお母さんはひなにだけは甘いんだから。ここ数年はひなに働けとも言わないし、嫌な予感はしていたのよ。なあお姉ちゃん、お願いだから可愛い妹のためにも会社は辞めないで。それがせめて生活費だけでも変わらず20万入れてちょうだい。じゃないと私もお母さんも生きていけないよ。でもそれが我々のルールじゃない。無職は生活費を出す必要ないってことで、ひなは長年免除されているでしょ。だから私も同じことをするだけよ。そんな意地悪言わないでよ。お姉ちゃんからの20万がないと今月大ピンチだな。推しの新しいグッズが発売されるのに何も買えなくなるじゃない。なら自分でバイトでも何でもするしかないわね。とにかくもう私は仕事を辞めることにしたの。文句を言う暇があるならとっとと仕事を見つけてちょうだい。おかえり、あやか。今日が帰国日だったわよね。今空港から本社に戻ったところだよ。もう会社にいるのね。それならもう退職届は取り下げたかしら。退職しないって上司の方にはきちんと伝えたわよね。まだそんなこと言ってるの？何度も言うけど退職は取り下げません。今日限りで私はこの会社を辞めることになってるの。なんで取り下げてくれないのよ。お母さんこんなに頼んでいるのに。娘がもうこの仕事に疲れたって言ってるんだよ。なのに無理やり働くっていうの？母親としてそれってどうなのよ。うるさい。いいからあんたは黙って働きなさい。そして家にはお金を入れるのよ。あんたは私とひなを養う必要があるんだから。もうお母さんのそういうところにうんざりだよ。妹のひなには甘いくせに私には責任とかいろいろ押し付けて私にばかり負担をかけないで。何言ってるのよ。それが長女の役目ってものでしょ。なのに自分勝手にそれを放棄するなんて。退職を取り下げないって言うならもうあんたなんて知らないんだからね。あんたの荷物全部外に出しておくわ。え？この家にこれ以上無職は必要ないの。だからもう家から出て行って。無職のあんたに用はないわ。はぁ？ちょっと待ってよ。まさか私を追い出すつもり？ええ、そうよ。金もないあんたに用はないわ。何やそれ。今まで散々自慢の娘だとか言ってたくせに、無職になった途端に切り捨てるなんてひどすぎるよ。ひどいのはあんたの方よ。お母さんに相談もなく仕事を辞めてきちゃって、このことをご近所の人に知られてみなさい。お母さんはあなたのせいで恥をかくことになるんだからね。それならひなはどうなるのよ。もう10年も実家でニート暮らしをしているのよ。私のことが恥ずかしいって言うなら私を出す前にまずはひなを追い出しなよ。ひなはいいのよ。あの子は繊細で優しい子で外で働くのに向いてないの。だからお母さんとずっと一緒に家にいるだけで十分なの。ガサツでむせて働くしかのんない。あんたとは違うのよ。はぁ？上がったらとっとと出て行って、そして早く仕事見つけて連絡をすること。そしたらまた家に入れてあげるわ。もちろん次の仕事もしっかりいいところ決めてよね。最低でも月20万は家に入れられるところで、ご近所さんにも自慢できる会社じゃないと認めないわ。もう我慢の限界よ。妹は良くて私はダメ。お母さんにとって姉の私はただの ATM ってわけね。今さら何を言ってるの？そんなの分かりきったことでしょ？大企業を辞めた娘なんてもう必要ないのよ。用済みニートはとっとと出て行け。オッケー、明日から社長だけどね。え？もうこうなったら私の方から出て行ってやる。言っとくけどもう仕送りはしないからね。これを機に縁を切らせてもらうから。ちょっと待ちなさい、あんた。明日から社長ってどういうことよ。友達の会社に社長として就任するの。一応明日から就任ってことにはしてるけど、退職直後っていうのを組んでくれて、実際は来月から働くんだけどね。何よそれ、一体どういうこと。友達の会社って何も聞いてないわよ。
最初は転職を考えていたんだけど、学生時代の友達に声をかけられたのよ。すでに小さい会社をやっているそうなんだけど、そこに来ないかってね。それで社長に？友達は経営よりも現場に出てる方が向いてるって思ったらしくて、信頼できる経営者を探してたんだって。私なら信頼できるって言われた時は嬉しかったな。そんな彩か、友達の会社だなんて怪しいわ。そんなこと言って面倒ごとに巻き込まれるんじゃないの？会社の経営なんてきっとすごく難しいわよ。実は前から副業って形で友達の会社には携わっていたの。小さい会社ゆえに大変なところは多いけど、その分売り上げを出せば出すほど還元率もすごくてさ、片手間の副業でも今の会社ぐらいの収入はあったんだよね。そうなの？だから社長としてフルで働くのが楽しみだよ。きっと会社をもっと大きくできると思うし、そうなったら自分たちの報酬も跳ね上がるだろうね。ただでさえ社長として満足な報酬をもらうのに、今後は自分たち次第でそれを何倍何十倍にもできるなんて、こんなのワクワクしかないよね。報酬が何倍何十倍でかしたわ、やか。あなたはなんて優秀な素晴らしい娘なの。ついは社長になってしまうなんて、またご近所さんに自慢できる話が増えたじゃない。はい、社長ってことなら生活費もかなり期待できるわね。月30万、いや月100万とかどうかしら。それぐらいもらえたらお母さんは何も文句ないわ。寝言を寝てから言ってくれる？私は家を出ていくし、生活費も渡さない。お母さんと妹とはこれっきりだから。え？いっそ私の荷物は捨てちゃっていいよ。もう二度と帰らないから、すべて処分してちょうだい。なんなら売りに出してもいいし。ちょっと待ってよ、彩香。次の仕事が決まってるなら出ていく必要ないわ。お母さんてっきりこれからずっと無職だと思ったの。またの勘違いで追い出そうとしてごめんなさいね。謝りから出ていくなんて言わないでちょうだい。私はもう二度とあんたたちの ATM になんてなりたくないの。それじゃあね。お姉ちゃんすごいじゃん。大企業勤めの次は社長とか最高すぎる。まさに自慢のお姉ちゃんだよ。のんきなこと言ってないで早く仕事を探しなさい。もう生活費を入れないってことも聞いているんでしょ。それも聞いたよ。だからこうしてお姉ちゃんに連絡してるんじゃない。私ね、いいこと思いついたんだ。いいこと？私お姉ちゃんの会社で雇ってよ。ニート歴10年だけど、どこの会社も採用してくれないけど、実は姉の会社なら採用してくれるでしょ。これでお姉ちゃんの仕送りがなくても大丈夫だし、ニートからも卒業。まさに一石二鳥だね。私の会社で働くって10年間無職のあんたに何ができるのよ。何もできないよ。だから私に難しい仕事は回さないでよね。はい。お使いとか掃除くらいならできるかな。あとは肩叩きとかできることは頑張るから、とりあえず月30万でどうかな。身内のコネでそれぐらいはできるよね。お断りします。あなたは我が社には必要のない人材です。いや、私のこと採用してくれないの？社長の実の妹だよ。そんなの会社に関係ないっつうの？それに私はお母さんとひなと縁を切るつもりなの。実の妹はなおさら採用できないわね。え、そんなの困るよ。じゃあこれからの生活費は一体どうしたらいいのよ。私たちはもうこれしか道はないのに。どうしても仕事がしたいって言うなら、転職のつてでカンボジアの工場でも紹介しよっか。月収は日本円で10万程度。それでも向こうなら余裕で生活できるわよ。はぁ、あ、マリマリ、そんなところで働けるわけないでしょ。もっと楽で給料の高いところにして、もちろん国内限定で。私には紹介できるところがないわ。あとは自力で頑張ってちょうだい。お願いよ、彩花。今までのことは謝るし、今度から生活費もちゃんとやりくりするわ。だから帰ってきてくれないかしら。帰りません。何度連絡してきても無駄です。それじゃせめて仕送りだけでも再開してちょうだい。このままだと実家を手放すことになりそうなのよ。え、実家を手放すってどうしたのよ。あなたからの生活費もないし、ついにひながバイトを始めたの。けどやっぱりあの子は働くのが苦手みたいでね。お給料よりバイト先に払う弁償代の方が多いのよ。働いてんのに赤字なんてありえるの？ありえてるのよ。コンビニバイト始めたんだけど、物品を壊したり商品を落としてゴミにしたり、あまりにも多いからって全部買い取りさせられて。わー、
けどそれで家を手放すってどういうこと？たかが商品の買い取りだよね。それがその、になったらバイトテロをやってしまったのよ。え？ほらたまにニュースになってるじゃない、職場で不謹慎なことをして SNS に上げるやつ。になったらコンビニのおでんを全部つまみ食いしていたのよ。しかも食べかけのを平気で元に戻していたの。必勝！あのバカそんなことしていたの？あっという間にバレて本社に呼び出されてね。それで損害賠償を請求されたの。企業のイメージを著しく下げる行為をしたからって。ちなみにいくらぐらい請求されたの？2000万円。になったらたかがおでんでしょって逆切れしちゃってね。反省の態度がないからってことでその金額になっちゃったの。バカオブバカすぎるでしょ。だからもう実家を手放すしかないのよ。でも実家がなくなるなんて彩香だって嫌よね。私たちのことを助けてくれるよね。なんだったら2000万肩代わりしてくれるよね。いっそ家をなくした方がいいと思う。実家はとっとと手放そうよ。お母さん、なんですって？家を売ってとっとと賠償金を払おう。そしてそれで人生リセットした方がいいと思う。何を言い出すのよ。家がなくなったらお母さんとひなはどこで暮らせばいいの？それぞれ仕事と住むところを見つけたらいいと思うな。みんなそれぞれ自立したらいいだけだよ。そんなのただの一家離散じゃない。そうなってもいいっていうの？一家離散？大賛成。てかそれが一番いいと思う。なんですって？お母さんもひなもある意味依存し合ってる状態だもん。だから強制的に離れた方がいいと思うの。そんな、まあ別に二人仲良く協力して暮らしてもいいと思うけどね。どちらにせよ私は助けるつもりは一切ないし。待って彩香、本当にお母さんたちのこと助けてくれないの？うん。それじゃあお母さん元気でね。10年間ニートだったひなのことよろしくね。そしてその後、お母さんたちは実家を手放し、今は二人揃って田舎の住み込み工場で働いているそうです。工場では優しい上司や同僚に恵まれているらしいのですが、二人はというと、いつか金持ちの娘が迎えに来ますから、貧乏人のあなたたちとなり合うつもりはありません。と噛みついているようで、あっという間に工場内で孤立してしまっているんだとか。もちろん私は迎えに行く気もないので、二人はホラー親子と言われて工場中の社員から嫌われているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。